1%か 2% で出るんや。あ、マジで。OK。今夜だから出ないか。あ、クリスタルでは出る。本当に？じゃあこれちょっと立ち見 B 行くか、こらった。立ち見 B こらった。2800万行くか。あ、いたいたいた。ヒメグマ出るんだったら正直めっちゃ取りたいな。あれ？なんか、今落としたんだけどなんか。2800番ノー縛り？え、意味がわからない。ノー縛り？ノウシハハハバリ。あ、縛れになっちゃった。じゃあこれでしばらくはじゃあ冒険していくことになると思うので、うん、今なんか俺ちょっといつもすったな、なんか落としちゃった、なんか落としちゃったよ。もうちょっとどこに行ったんだ。もういや、もうさよなら。いや、もう逃がすか、逃がす。よし、じゃあポケ戦、ポケ戦は普通に使います。もらったばっかのポケもいきなり逃がすって、もう鬼畜やな。これちょっとモンスターボードをストックしとくか。6個ぐらい買っとくか。傷薬も。ちょっとポケモンで強さ見てみるか。強さ。弱えな。ズバッと。俺金銀やるとき絶対使ってたポケモンがいて、クロバットなんですよね。ちょっと一回戦わしてみるか。俺金銀で絶対クロバット使ってた。俺懐かせんの上手かったからさ、もうそのゴルバットになって、その次のレベルアップですぐにクロバットになってた。あれ、てか俺マジなんか椅子の、なんか落ちてる、なんか椅子の端っこからなんか色々出てくる。いや、クロバットかっこいいし、強が強いよね。なんかめっちゃ外しようねんけど、体当たり。よし、ごめん、なんか椅子もね、なんかわあ、トレーナー戦か。グッ、待って、まずここに何があった、あった、ここがここにあった。
ほっぽ来た。レベル2ならもう楽勝やな。まあ、とりあえずは方法でいいか。とりあえず、あ、こいつちょっと強そうだな。傷薬使っていくか。いや、それか、うん、なんか死にそうだから、ちょっと一回脳縛りに変更しましょう。こいつね、必殺マイバーとか電光石火とか覚え始めたらもう無双始まるからね。OK、ナイス。あれ ?OK、OK、OK、OK。次で倒せる。性格と特性はまあ、ルビサバからだね。OK。こういうの、あとしかもこの下の経験値バー、この経験値バーという概念もまたこの世代から、おーいいね、なんか気持ちよく、序盤のこういうなんかボンボンなんかポケモンが育っていくっていうこの気持ちよさだよね。これが大事なんだよな。これ倒しとくか一応。ちなみにさ、このポケモンのさ、これクリスタルで言う、この朝って何時からだ ?4 時 ?6 時からだっけ、どっちだっけ ?6 時か。ニコ生やんのがだいたい夜だから、捕まえられなくない ?6 時までもうやるしかないな、そうなったら。頼む。当たってくれ。6時から18時。なるほど。で、18時から6時で、が夜か。時間変えるってできたっけ?時間変えるのは俺全然ありなんだけど。いや、正直、ヒメグマはクソ欲しいな。これ一回ポケセン変えていいっすかね?ちょっとなんかトレーナー戦うの難しそうやわ。この世代無理か。しまったな。俺最初素直につけてもうたな。常に夜になっちゃうねんけど、冒険すんのが。よし。お立ちとかもね、そう、夜出ないはず、あれは。昼しか出ない。まあ、強制的に時間ずらすことはもうできなくないけどね。体当たり、まあ結構外すな。え、体当たり外す確率って 5% やろ。めっちゃ外すな、なんかさっきから。5% は7割を超えるって言ったら夜中めちゃくちゃなるわ、お前。まあ、ちょっと、鳳凰のタイプ1体当たりでしばらくはしのいでいくか。
すく覚えればね、またいいんですよね。すぐが飛行技になるから。ドルルー。見破るはいらね。ゴミ。よし。31番道路まで来たか。ここですよね、だからそこなんか。鋼悪が通過？そうだね、そう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 。新タイプが出たのもここが。で、だから新、この金銀世代で鋼アップ出てから、エクサに至るまで、約だから10年以上にわたって新タイプって出てこなかったんですよね。で、今作で出てきたのが、新しく出てきたタイプが、フェアリータイプ。の、一般の残っち、粘るか、どうしようかな、なんか。なんか、残っち粘ってもね、どうせ使わなくなる気がするんだよな。特性もゴミだし。特性ってかないし、この時代。ビメグマも出したいよね、ビメグマ。ビメグマもちょっと、ビメグマは欲しいんだけど、出んの本当に。ちょっと調べていいよ、俺。ほんと出る、暗闇のホラー。クリスタル。暗闇のホラーの。で、残っちは出るな。残っちが 1% で出るけど、でも、ヒメグマって書いてないよ。嘘ついてへん？これ金銀の情報か。ヒメグマ？あ、ヒメグマレベル2。5% で出る。5% 出る。朝限定、マジで？朝限定ってマジで言ってる？洞窟にもそのなんか、昼夜の概念ってあったっけ？夜 3% でも夜でも一応出るっちゃ出るんだ。残っちいずれ残っちか姫熊だったらまあそんなに薄い壁でもなさそうだね。ちょっとじゃあ粘ってみるか。まあ 5% とかだったらな、それはな、だってさっき散々あってあんだけ外したもん、体当たり。5% なんては粘ってやすぐ出せるんだけど。しかし出る気合はないな。
境側っていうか、まあ、てか今現時点で行ける範囲ってここしかないでしょう。20回やって出る確率が 63%、 あ、だから要はだから 5% っていうのは20分の1だから、それ20回試行して出る確率はってことか。出ないの？ここは出ない？秘境側っていうのはどっちのこと言ってるの？でもここでしょ？ここのことじゃないの？このボールって取れる？ちなみに合ってる？秘境側ってここでしょ？うん、ここ以外ないと思っていて、なんかこのボール取れそうだな。取れそう。あ、夜そもそも出ないの？確率が下がるだけじゃなくて。あれ、なんか今やばいことした気がする。いや、多分ここジャンプで、ああ、いけたいけたいけた。いや、ジャンプやっぱりそういうことだ。夜ヒメグマ出ないのか。あー、そうなのか。いや、ごめん、今情報一応見たんだけど、クリスタルバージョンだとここは一応このエリアでもヒメグマが本当にわずか薄い確率でレベル2で出るっぽくて。夜出ないの？朝限定、本当に朝しか出ない。夜は確率が低いじゃなくて、残っちゃ 1% で泥道出るんでしょ。朝限定か。ちょっと、ちょっと待ってね、ちょっと今。
なるほど。いた。もうこれ椅子の間、ちょ、もう椅子にさ、ちょっと。朝って6時からだよね、朝っていうのはね。朝って6時からだよね。お、朝になった。おはようございます。じゃあちょっと粘りますか。5% だよね。5% だったら出るんじゃない？お、いきなり来た。いきなり来たんだけど。いきなりヒメフマ来て草生えたわ、さすがに。素直に草ですわ。これ体当たりで一発じゃしないよな、さすがに。いや、ほら、ほんと何もいじってない。マジ、何もチートがいじってない。普通に多分 5% 引いただけだと思う。まあ、ほんと何もしてない、何もしてない、ほんとに。これ信じて。だってあり得るでしょ、普通に。だっていきなりから。え、逃げるの？逃げんの？え、バカな。5% どころじゃないな、こんなの。5% 引いて、そっからまた捕まえなきゃいけないの。え、きつくね、これ。うわぁ、さっきの結構一世一代のチャンスだったな。しまったな。こっから一気に進めていきたいのに。ただやっぱりこの段階で姫グマというか、リングマをゲットしておくとめっちゃストーリー進むの早くなるから、ちょっとこれ我慢しないと。きつい。うわー、出ねー。
ヒメグマが出ねえ。いや、残っちゃ正直いらねえんだよな。頼む、来てくれ。うわ、全然来ないじゃん。全然来なさすぎるだろう。ヒメグマ。かわいいヒメグマ。もうこれ削るってよりかはもう投げた方がいいですよね。頼む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 。うわーやばい。よし、画面が。え、何もしてない、普通に。何もしてない、普通に。頼む、行け。よし。うわぁ、嘘でしょ？これ削った方がいいかな？一発。一発削るか。う、外したらやべえ、これ、最後。やばい！ふざけんなよ、ゴミ！ゴミグマ、こら。ゴミグマすぎる、あいつ。もう一旦目で削るか。でも逃げる選ばれる確率ってそこまででもないんだよな。さっき4回ぐらい行動したもんな。クイックセーブってなんだよ。お前ら頭おかしいんじゃないの、マジで。何クイックセーブって何、本当に。気違いか、お前ら。うん。男は一発勝負なんだよ、常に、お前。リセットなんてあるわけねえな、人生に、お前。戦闘ラッタに変えるか。ラッタっていうか、コラッタに。ゴラッタに、あ、でもね、ごめん。そういう意味だと別にあれだわ。速さは、攻防の方がまだあるから、レベルの関係で。意味ねえや。おい、ヒメグママジで来いよ。あ、来た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 。これもう一発目からもう殴るか。一発目から殴るか。よし！オッケー！これ大チャンス！大チャンス！頼む！これ逃したら、なんか、うわー、やばい、逃げないで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 。オッケー。オッケー。おっしゃー。見たか、これがお前男の生き様や、お前。コグマポケモン、ヒメグマをゲットしましたね。これ、立ち見 C 行くか、さっき B まで行ったから。8C のじゃあ3900番にするか。